はいどうもこんにちは。また昼を作って、お昼を作っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとこのところ割と凝ったものが多かったんですね。このところちょっとおしゃれな感じのものを作ってたんで、今回はベタにね、ベタなチャーシュー味噌ラーメンを作りたいなと思ってます。モネちゃん要素はね入れようかなと思ってるんですけど、ちょっとそれを作っていくのでよろしくお願いします。じゃあベタな味噌ラーメン、味噌チャーシュー麺ですねを作っていきたいなと思ってます。まず火を入れます。油は何でもいいんで、僕オリーブオイルでやろうかなと思うんですけど、まず引きますね。定番はもう本当に完全に定番でいこうかなと、そこにちょっとモネちゃん要素を入れようかなと思ってるんですけど、定番としてこの野菜ですね。まずキャベツともやし、これを炒めます。でこう味噌ラーメンって野菜の味も出すために野菜、炒め野菜で出汁取ったりするんですけど、そうするとね、シャキシャキ感がなくなるんで、今回はちょっと野菜のシャキシャキ感を、まあ、恋しいので、はい、特に味付けすることもなく、ただ炒めただけなんで、これはこれで放置しておきます。じゃあ次はベタに味噌ラーメンスープ作っていきますね。今日は特にね凝ったことはしないので、まず火つけます。やっぱり味噌の油が大事なんで、この牛脂使うんですね。牛脂ってほらスーパーでねステーキ用のところに置いてあると思うんで、これもらただなんでもらってきてもらって、これでこれを油に、ね、したいなと思ってるんです。で溶かしていったら、ここでおろしニンニクですね。これをね、一緒に牛脂で炒めていきます。水ですね、350cc 入れます。まあ、だしね、だしをちょっと上ウェイパーも入れてきます。ピーナッツバターもコクを加えたいのでこんな感じに入れますね。沸騰してきてるんで、これを溶かして混ぜていきます。で今回この市販の生麺の味噌を使うので、この市販のついてる味噌を入れます。で最後に生姜をギャーッとこう入れて香りを出します。これでスープは完成なんで、あと麺を茹でていけば OK です。はいどうもこんにちは。これマイナビかな、マイナビニュースのモネちゃんが、そのこいつつでね、まず今年こいつつ、なんたってこいつつじゃないですか。で視聴者を魅了したと。でそれでこいつで大人気になったことでどうですかっていう話を聞いたんですね。自信がついたんじゃないですか。それに対してモネちゃんは、むしろ自信なくしていく一方ですと。要は、売れれば売れるほどね、人に知ってもらえばもらえるほど、自分は大した人間じゃないのになと思ってしまうんだそうです。それでね、それによって卑屈になってしまうらしいですね。プレッシャーなんですかね。なので周りが持ち上げてるというか、周りの人気に対して自分がついていけてない状態だって言ってるんですね。ただ一生自信がなくていいんだと思いますってもう言ってるんですよ。自信がないからこそめちゃくちゃ練習したりとか、めちゃくちゃ準備をすると、それが一つの自分のルーティンになってるんですって。それがやっぱ自信がついてしまった天狗になってしまって、そういう練習も準備もしなくなってしまうから、やっぱり自信がないって思ってた方がいいんじゃないかと。まあなんか面白い言い方なんですけど、自信がないのが私の取り柄だっていう言い方をしてるんですよね。まあ基本的には常に自信がなくて常にネガティブだって自分のことは言ってますけどね。まあでもどうなんですかね。そういう言い方ができることが僕は自信があるんじゃないかっていうか、まあポジティブなんじゃないかと思いますけどね。まあ、こいつが社会現象になって一躍ブームになっちゃって、いきなり仕事が増えたんだと思うんですよ。それに対して自信がないっていうか、怖いっていうのは本音だと思いますけどね。で、こんなにいきなり
人生変わるものか、こんなに注目されるものかっていうのは、あの若さでね、まだ21人ぐらいで、状況が一変してしまったら、それはね、やっぱり怖いですよ。自信があるない以前の問題で、やってることはね、本人自体はやってることは変わってないのに、環境がガラッと変わってしまったわけだから、まあ、ついていけてないっていうのは、それはね、それはわかりますね。ただね、ついていけてなくても、萌えちゃんがやってること自体は、一切変わってないので、それに対して周りの見方が変わったっていうだけなので、それは自信持った方がいいと思いますけどね。だって本人はそのままやっていけばいいんですもん。別にそこで無理しろって周りは思ってないわけですから。だから、まあ自信ないとは言いつつ、自信を持ってね、ポジティブにやってくれれば、みんなはそれを願ってると思いますけど。まあそんな感じです。ではでは。シャキシャキ野菜で。もう一気にね、あったかくなりますよ。もう汗かいちゃいますね。